藤井寺両母参考地建府脱道城山古墳は大阪府藤井寺市にある古墳。形状は前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により藤井寺両母参考地として両母参考地に事情されている。また国の史跡に指定されている。前方部は南東を向き、二重の集合が墳球を囲んでいる。 外側の集合は、宅地や田畑となっているが、これを含めると古墳の全長は400メートル以上になる。これまでの発掘調査などから築造は4世紀後半と見られ、古市古墳群の中でも初期の古墳であり、本大山古墳よりも先行する。室町時代には古墳の地形を利用して小山城が築かれたため、墳丘の一部が掘削されている。 明治初期の天皇陵の事情作業では、陵墓とされなかったが、1912年に神社に混流する石碑の材料とするため、公園部の紛糾から石板を発掘したことが、きっかけで縦穴式石室と巨大な長持ち形石管が発見され、鏡や矢尻などの副葬品が多数出土した。そのため、後に藤井寺陵墓山高地に事情された。 1980年に大阪府教育委員会が、1983年には藤井寺市教育委員会が発掘調査を実施。作り出しや二重の集合、石吹きの外測定の存在が確認された。また、集合内の前方部左右近くの島城以降からは3体の水取り形葉庭が出土。この他にもついたて型や家型、縦型、 衣二形、湯木型の埴輪、円筒型など多彩な継承埴輪が発見された。これらのことから、大和から河内へと古墳築像が移った初期の大王の領母ではないかと考えられている。1958年1月21日に国の史跡に指定。2001年1月29日には個々の古墳の指定を統合した。 古市古墳群全体として史跡に指定されている。1985年当時の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成墳球右に前方部、左奥に公園部。集合を通って墳球へと至る道筋はいくつかあり、自由に立ち入ることができるため、古くから子供の遊び場や、 近隣の人々の憩いの場となっている。ただし、公園部分糾の頂上部は金網で囲まれ、区内庁が両母山高地として管理しているため立ち入ることができない。都道八幡神社下勝部園と分糾仏道草花園、ありがとうございます。